スカとかさ、今だったら忍者かもしれないけど、まあ、外人には忍者って言った方がさ、あの外人が知ってる忍者ってなんか俺らが知ってる忍者ってイメージはちょっと違うんだけど、忍者みたいなさ、その外人の忍者っていうのは日本のそのなんだろうな、そのいわゆる宮本武蔵みたいな剣豪プラス、その空手の達人プラス、俺らが知ってる伊賀甲賀の忍者みたいな人たちが外人のイメージの忍者だから、だから武術の超大成みたいな人たち、だからまあそういう人たちにしとこうか。そうすると、だから昔の忍者がそういう人かどうかわかんないけど、少なくとも武術の世界ね、日本の古武術とかの武術の世界ではその望ましいこととしてされていること、それはみんな知ってることだけど、今だったら皆さんがもしも CIA に入ったら最初の訓練でやらされる違いないこと、よその国のことを言ったら分かんないから、皆さんが警察とか自衛隊のそういう部門に入ったら、その何学校ってのは分かんないけど、情報学校みたいな名前がついてるんだけど、そういうところで最初にやらされることは、実際はおそらく海外の子たちなんだけど、日本では少なくとも、まあ、海外も日本もある人かもしれないけど、そういう武術家教育の最初のところに入っていること、それは何かっていうと、みんな全部やるってこと、前を見てるときに後ろも横も見てるってこと、簡単に言うと、いや前より後ろないんですけど、やり方はどうですかっていうと見るってこともちろん達人になると気で感じるとかさ、センサーがあって後ろの気配が分かるっていうのがあるかもしれないけど、まあそれはその次のステップで、その前の話ね、全部見るってこと、単純に言うと皆さんが喫茶店に座るわけだ、これ喫茶店の例ね、とさ、喫茶店の中、例えば入って曲がって席に着いたって2回ぐらい、3回ぐらい曲がるかもしれない、初期に入ってある間に多くの人は行き先しか見てないわけだ、それを入った瞬間に全周見る、そして扉閉めるふりして後ろ全部見る、わかる、で、席を探してるふりをしてそこにいる人全部の顔を見る、指先を見るでしょ、もう武術家だったら武器持ってないかだろうし、諜報員だったら携帯をいじってないかも分かんないけどね、だからってことは普通の何気ない動作で、実際何気ない動作と思われないと、これ失敗だったら失敗です、失敗だよね、武術家の場合はこれは諜報員の武術家もいるかもしれないけど、簡単に言うとボディーガードだから、自分が守る殿様を撃つやつがいねえよ、もちろん自分自身がやられないかも含めて、相手の攻撃をいかに早く察知するか、もしくはいつだとなったらいかに早く隠れる場所を見つけるか、態度はどうするか、ここではね、ここは一箇所しか出口ないよ、だから俺が最初にさ、別に悪いことしたわけじゃないよ、そのどうしてかは別としてね、なんとなく武術家的な思考教育を俺は受けてるわけだ、その秘密は今日明かせないんだけど、置いといてね、そうすると俺が不動産借りるときは必ず退路を探すもん、そんな人いないと思うかもしれないけど、マンションに入ってきて借りる、そうすると玄関しかしからしか出入りができないとか絶対借りないでしょ、冗談のように聞こえるけど、俺が今普段いるところは玄関3つあるんだろでしょ、本当ですかって本当なのね、それ玄関っていうかどうか別だし、本当に知ってる人は本当ですっていうレベルの話なんだけど、それはキッチンからもベッドルームからも出られる、だからここの欠点は出た後意外と同じようなと思ってるから、ここを借りるかどうかすごい悩んだでしょ、大抵は違うとこ出られた方がいいわけでしょ、でそれはその別に悪いことしかないよ、国税庁がさ、マルサデスってやってきて、わあ逃げろっつって帳簿に持って逃げるとか、そういう話じゃないけど、俺らの商売、まあどういう商売か置いといて、俺らの商売上は、まあ昔でもオウムが間違いなく俺の車に白い粉が巻かれてて、それはどうも炭素金かなんか忘れたけど、なんか問題あるもんだったって俺当時言われてるからね、だからそういうのも含めて、だ